ザ・ハッピーブレダンは日本のバンド2007年より活動開始。カズナがソロで弾き語りをしたり、サブメンバーを加えてバンド形態でライブを行ったり、編成は時と場合によって様々だが、正式メンバーはボーカル、ピアノのカズナとギターのニミ、ベースの岩梨俊、行パーカッションの釈迦カーンの4人。ロックやプログレッシブロックをベースにしながら、 いかなるジャンルにもカテゴライズされない独特な音楽世界が特徴。ステージでは時に演劇表現を交えるなど毎回異なる万華鏡的世界観を展開することでも定評がある。俗称はハッピー、ハピブリ、H&B など。バンド名のザ・ハッピー・ブレダンには幸せな血を流すという意味があり、楽曲を生み出す際の姿勢を表現したもの。もともとは カズナが好きなイギリスの女性ロックシンガー、PJ、ハーベイのオリジナル曲ハッピーブリーディングに由来する。バンド名が意味する通り、ザ・ハッピーブレガンの楽曲は、ミントアン、影と、ヒ、生と族、生年といった二個を対立する概念が共存する、独特の音楽世界を感じさせるものが多い。結成メンバーのカズナと、ニミが共通して影響を受けたミュージシャンには、 フランク・ザッパスティーリー・ダン、ザ・ホワイト・ストライプス、ビートルズなどがある。ホット・リバー・レコーズの代表、湯川治オがスペシャスゲストのパーカッションで参加する。1、自分自滅、2、カゴメ、3、夕闇、4、5、1、夕闇、2、は、絵のおうさまさん、無理をする人4、打縁5、カゴメ1、アイプロローグ2、2、自分自滅3、スリー・シャダン・フロイデ4、 ほテーマオブスプライト5、V 平行の定義6、6、A ソング4魔法7、ンエピローグ1、アイプロローグ2、通時分自滅3、スリーシャダンフロイデ4、ほテーマオブスプライト5、V 平行の定義6、6、A ソング4魔法7、ンエピローグ主演、山田和那主演、山田和那、北川海エ主演をくやませつな山田和、な主演をくやませつな山田和那ザハッピーブレダン。 オフィシャルウェブサイトハッピーブリーダン事務局ツイッターカズナのブログ、新、生きてますバイアメーバやまだカズナフィスクカズナ、ツイッターニミのブログバイアメーバニミ、フィスクニミ、ツイッター岩梨俊行きフィスク岩梨敏行き、ツイッター社会館フィスク小高和也のブログバイアメーバ、小高和也フィスク小高和也ツイッター桐原ハ明のブログバイアメーバーキリハラヤフィスク。ありがとうございます。